次が…うん…で…オーケー、本番まであと1週間しか…おお、やっとここ…だが、ルイ…ネネ…そうだね。だから今は…ネネが…歌だ…でも…待ってるだ…あ、それなら…し…じゃあ…昔の子…ねえねちゃん、あのね、私ねねちゃんのこと、ん、私、うん、ねねちゃんは昔からしょ、ちょっと、それに今は練習中でしょ。やだやだ、今知りたいの。いや、ダイヤ。そうしたらここで休憩を、思い出話に花を咲かせるのも。やったー、ねねちゃんのこといっぱい聞いちゃう。やりたいって思うようにな。ルイの家の隣にうちが引っ、その時のショーがなんだか夢。それで私もなのに、次のセリフが、ショーが夢見、それすっ、ショーを見て夢。私もちっちゃい頃、おじいちゃん、ちょうどね、この席、ん、うん、一番前の、そっか、じゃ、うん、あ、そういえば、それは、そうそう、それでいい。朝起きるとベッドの下に落っこち、そう、それはな、どんな寝相をしてるんだお前は。しかしネネたちも家族、ん、俺も最初に見たショー、そのショーで妹が、あん、そうだ、それからはずっと僕とルイは昔から無茶な、おや、ちょっと忘れた、ちっちゃ、幼い俺のショーならば、本当に今度見、幼い頃の司くんか。その顔はやめろ、その顔は。小さい頃ショーを知ってからは朝から晩まで歌ってて、もすごく